ゴキブリが脱走したー。大変だ。あーあー大変です。ゴキブリが、あーレッドローチが脱走したー。開封が甘かった、甘かったというか、数十匹脱走している。大変なことになっている。皆さん、大変。レッドローチが2、30匹、外に、出ておりました。まさか、いくつが捕獲したんですけど、わかりません。何匹か脱走しております。その原因は、この飼育ケージがですね、最近、新調したんですよ。中の卵のあれを、卵パックをね。そしたら高さがこうなってて、これギリギリだったんですよ。で、この、使ってた蓋なんですけど、たゆんでるんですよね。こうね。そのせいで、こう蓋したときに、天井まです。あれしちゃって、くっついちゃって。で、この穴から、数十匹ぐらい。で、蓋に、この上の後に、この段ボールをしてたんですけど、まあ、暗くするためにね。暗くするために段ボールしてたんですけど、それがですね、こいつら、ツルツルしたのは登れないんですけど、だから今日餌やろうと思って、これをパカって開けたら、何匹かいて、で、この裏を見たらびっしりついてて、うわーってなった。ですよ。何匹か逃げたな、俺の服にもついたぞ。なんか、俺の部屋が。また、レッドローチまみれになっちまう。ね、皆さんはね、気をつけましょう。このレッドローチはまだ卵を産む、あれではないので、やつではないんですよ。はい。卵を産む個体ではなくて、そこまででかくなってないんですよ。うわ、なんか、あれやな。気持ち悪いな。で、一匹捕まえそこね、潰しちゃって、うわぁ。どっかいるかな？これ部屋に。部屋に。何匹か逃げ出したな。確実に逃げたな。確実に何匹か逃げました。しくった。30匹は逃げたか。いや、30匹じゃない。何匹逃げたかわからない。俺が開くまでに、多分、外に何匹か脱走してるんですよ。おそらく。ほぼ間違いなく。でも一応ゴキブリホイホイはしてあるんですけど、ゴキブリホイホイは
してはいるんですが、まあこれがだいたい200匹ぐらい、100匹ぐらい、この中にいるんですけど、そのうち、いや、100匹じゃ足りねえか。200匹ぐらいいるかな？うん。でもまだ、そこまで成長段階っていうか、卵を産むほど、レトロチって最終的に卵を産むんですけど、うわ、なんか気分が悪いな、なんか。もぞもぞする。うわぁ。多分冷蔵庫の、一応ね、冷蔵庫の裏に、コンバット、じゃねえや。ゴキホイちゃうわ。をね、いくつか設置してあるんで、まあ、残念ですけど、死んでもらうしかないですね。増えてもらうよりは、まだ、いいと、思います。皆さんもね、こういうのはね、気をつけた方がいいです。まず、間違いなく。いやー、多分、何匹だろうな、逃げたの。うわ、なんか、パンツの中、てか、服の中入ってる気がする。うわぁ。ゴキブリそんなに得意じゃないんで。ねえ、ああ、なんかあれだな。ああ。まさかこのたゆみが、これですよ。空気穴に、しておいたんですけど、この、たゆみ、めっちゃこう、たゆんでて、これがなぁ。こいつらプラスチックは登れないんだけどね。そう、登れないんですけどね。いやぁ、まさかだな。あー、びっくりした、マジで。2、30匹くっついてたからな、この裏に。この裏にさ、ね、暗くするために設置しといたこの蓋の二重蓋。段ボールの中に。今さっき、パカってこれを開けたら、裏にびっしりついててさ、30匹ぐらいついてた。あー、びっくりした！ということでね。うん。皆さんね、こういうの気をつけましょう。はい。ということでご視聴ありがとうございました。